こんにちは、ジギです。どうも、近藤と申します。お願いします。はい。ぬるっと入ってました。いや、僕も今、言おうと思いました。ぬるっと始まりましたけれどもですね。はい、何も言われなかったんで、さっと言っちゃいました。はい。事務所に近藤くん来てくれました、はい。ありがとうございます。何回目ぐらいですか、ここの事務所。2回目だよね。ありがとうございます。わざわざここの事務所に来ていただいてってことなんですけども、はい、近藤くんに今日来てくれたのはちょっと訳がありまして。はい。近藤くん。ハピバセ。ありがとうございます。あの誕生日10月ですよね。8月です。あ、8月。あれ？2ヶ月遅れの。まあでもありがとうとごめんねと一緒で、おめでとうも何回言ってもいいんで。あ、そうですよね。そうまあそれで言うとですよ、はい、過去を掘り返すのもちょっとあれかもしれませんが、はい、まあ、僕もね6月に僕の誕生日だっていう話でちょっと来てくれたりとか、うん、まあ、原口さんも含めてね、はい、来ていただいたってこともあるんですけども、6月来てくれたじゃないですか。僕誕生日4月なんで、はい、2ヶ月遅れっていうところで、ね、そこが相殺できるのかなって。あ、そこでちょうどうまいこと2ヶ月温めてたと。時期はね一旦置いといた、2ヶ月遅れで何とかはもう置いといたとしても、はい、お返しはしたいなと思ってたんですよ。あ、なるほどね。そう、いや待ってください、俺でもあげたのお菓子とかっすよ。そうだから、まずはちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんだ、手作りケーキとか。あ、感が鋭いですね。クッキーとかさ、手作りのクッキーとか、これいつ以来なんだろう、もらってないの。全然そんなのないな。あの、スタッフさんと一緒作りました。おお、これコンビニで買ってきたんで、めちゃめちゃ既製品でした。すっごい配色のバランスもいい。美味しそう。でもはい、これ2つあるんで、これ食いながらちょっといろいろ喋りたいなって。あ、いいっすか。いいっすか。あ、いいっす、はい、取り分けたいと思います。美味しそう。どっちがいいっすか。うーん、マジでどっちもいいっす。僕は紫芋かな。こっち？はい、じゃあ僕こっち食いますよ。じゃあ、はい、ありがとうございます。でもどうもないと思う。でも全然このままでもよかったよ。いやすごいね、今の技術はこうやってちゃんとセパレートして。さすがですね、こういうところも拾っちゃう。カットでしょ、このということで、いただきます。いただきます。いいですか。そして、いただきます。30分目です。あ、水も、すいません、乾杯。以上ありますね、水もね。じゃあいただきます。うん、うまい。めちゃくちゃうまい。おいしい。ありがとうございます。いいですね、たまにはこういう甘いの。うん、うん、確かにこういうぬるっとしたのもいいでしょ。なかなかね、食うタイミングないですね。ないでしょ。うん、そうそうそう。あ、いい、うまっ。俺は、まあ、昔乳製品のメーカー勤めてたんで、うん、はいはいはい、毎日ケーキ食ってましたけど。あ、そういうもんなんだ。それが、うん、もう結構トラウマになっちゃって、うん、ね、食いすぎてってこと。食いすぎて、食わなきゃいけないです毎日。あ、その廃棄をして。いや、廃棄とかじゃなくて、その自分が生クリームとか、うん、細かい部分を説明できないといけないから。そういうこと。勉強しなきゃいけないんですよ。そうそうそう。うわー、そらトラウマになるわ。それで毎日吐いたりしてましたね。そんなんも、まあ、江戸一周回ってるぐらい昔の話なんで。ああ、なるほどね。今となってはいい思い出です。今はもう毎日全然何でも美味しく食べれますね。なるほど、なるほど、よかった。3年間ぐらい毎日その生活してたから。嫌いなものないんでしょ。ないです。もう好きか大好きです。かっこよ、うん、かっこよ。基本的に好きだったり全部うまいと思う。いろいろ僕最近だとね、ここにゲストさんを呼んだりとかしてっていうところで、はい、あんまりこうゲストさんも YouTube されてる方が結構メインだったりするんですけど、はい、やっぱそこのチャンネルであんま見ないような表情じゃないですけど、なんか顔というか雰囲気がお届けできたらなっていうのはある意味僕のタブタイトルというか、はい、中であるんで、うん、こういう結構ラフにやってるじゃないですか。まあまあでも、まあ、でもスニーカー男子メインもサブも結構ラフっすよ。ラフじゃないですか。でも違ったラフさがあるかなと思って、うん、ちょっとこういうのもいいかなと思って、ちょっと動画としてね撮らせていただいてるというところだったんですけども、はい、リラックスしましょう。はい、そんな中でめちゃくちゃカチッとした質問するんですけど、はい、34歳になってちょっと抱負じゃちょっと。いや、ないっすよ。ないの。ないでしょ。いや、それで言うとさ、いろいろと、まあ、僕もご活躍はねちょっと拝見させていただいてて、まあ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 、いやこれねやっぱすごいのが、まあ、YouTube ドリームって言ったらすごい大げさかもしれないけど、はい、スニーカーズ出たじゃないですか、はいはいはい、あれはねすごいと思った。スニーカーズライブですか。ライブ。ああ、ありがたいです。見たし、ちゃんと。あ、見ました。ちゃんと見たよ。あ、ほんとすか。見たし、ただ俺はフィジカルの方のやつをいけてないんですよ。いや、そらね、うん、はいはいはい、ちょっとただね、菊野さん出てたじゃないですか。あ、出てました。菊野さんと一緒に肩並べてなんかやってたのめちゃくちゃ羨ましかったです。ああ、すごいいい匂いしました。はい。ちょうどね、俺の隣いらっしゃって、はい、娘さんね、坂井真さんね、うちたぐをね、そうだね、それはあのスニーカー男子さんのね、そう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 、あれもやってましたけど、それの時にちょろっとだけこう近づく瞬間なんですよ、うんうん、あ、すごいいいです。
女感じてました。あの人すごくなんかこう魅力的なですよね。でも本当にすごい低姿勢で、なんか俺が一番偉そうだったんじゃないかみたいな。あの場にいる皆さん本当に低姿勢で。あ、マジ？俺も低姿勢でもちろん言ってるんですけど、うん、まだまだ頭下げないと足りないぐらいすごいみんないい人でした。あ、本当。うん、今菊野さんの話になっちゃいましたけど、あのマーモットのね、今プロデューサーデザイナーに就任されたりとか、すごい今マジで飛ぶ鳥を落とす勢いな方だったりしたんです。その方といろいろとやってたのすげえ羨ましいなって思ってたりとかしてて、変わってますよ。いやーでも YouTube だから僕だから YouTube これ始めて、まあ、2年3年目かくらいになるんですけど、僕最初にも言ってますもん、僕菊野さんのステインベッドかなっていうチャンネル僕登録してて、僕ずっとそれ見てるんですって話もしてて、いつかなんか分かんないですけど、まあ、それこそ今野くんみたいになんかそういう風な感じでなんかこうお会いできたら嬉しいなと思ってたら、今野くん先に一緒にこう絡んでたから、クソみたいな、まあ、クソではないか、まあなんか、まあ、まあでもありますよね、うん、そういうの悔しさではないけど、なんかその本当に羨ましいなっていうのがあって、あ、確かに。でも、うん、まあ、俺そっちで攻めてなかったから交われたっていうのはありますよね。あ、まあ確かに、うん、違う分野の人たちがね、いろいろ出てたっていうのもあるし、あ、そうかそうかそうか。だから俺のことなんか誰も知らないメンツでやってるんで。でもなんか見たらその観客っていうかの人たちは、うん、スニーカー男子のフォロワーさん結構多くなかったですか？まあまあだってね、土壌がそのスニーカーの場なんで。あ、まあでもそれはまあそうなっちゃいます。だからそういうもうそういう全部フィールドを持ってった感じで。いやでもだから知ってる顔いっぱいいたんで全く緊張しなかった。あ、なるほどね。そう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 かそうか。それでリラックスはできたなっていうのがありましたね。僕もナイキでどの子のってあったじゃないですか。はいはい、でまあ最初のその、ね、あのいつだ。マスターオブエア、うん、2回言ってるじゃん。 いじりたいがゆえに。マスターでもいいっすよ。マスターでもやめて。オブエアでもいいけど、いいのよ。あのクック君からの今野君のマスターオブエアいじりはもういいのよ。あ、ユースもやってました、ね、やってました。ユースも呼んでたわ。そこでね、まあじゃあマスターの話で言ったら、ああ、正直それは僕が好きがゆえに目に留まってくださって、ナイキ側がねいろいろやらせていただいたってあるんですけど、まあそれ以降になるとアトモス絡みなんで、うん、アトモスにいて PR っていう立場でいたからこそ、例えば小島さんと一緒になんか出たりだとか、小島さんが忙しい時に僕が出たり代わりに出たりっていうところがあって、まあそれこそ露出があったと。でも今野くんでいくと、そのご自身のチャンネルでやってったら、まあ最終的に夢が叶ったわけですから、言ったら去年一昨年ダンク、多分2年前ですね。2年前か、ああ2年前にそれがあって、ああで今スニーカーズでゲストっていう形でできてるわけじゃない、うん、実際どう思ってんですか？どう思ってる？そうだってナイキとズブズブってわけじゃないじゃん。だけどだって夢見てたわけでしょ、ナイキと一緒に仕事する、うん、ずっと動画でも言ってたじゃん。 それが夢だし、うん、そのある種ゴールじゃないけどさ、うん、その YouTube をやるにあたっての目標としてはここだった、まあまあまあね、うん、2回も叶ってるじゃん。そうです。どう、まあ、2回、厳密には3回、3回、はい、3回か、まあ3回、その目標が達成してもう終わりではないと思うんだけど、ね、ただある種もう実現してるわけじゃん、はい、スニーカーの YouTuber で行くと多分もう本当に犯人もいないんじゃないっていう、まあ配信者でああいうのは俺しかいないじゃないですか。ね、そうだよね、うん、でもみんなが思うほど何も思ってないですよ正直。あ、本当、はい、それこそその2年前のドロップオフの時は、はいはい、うん、もううわマジかよっていう気持ちめちゃめちゃ強かったですし、はい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 、本当に嬉しくて、うん、なんならジェゲンさんの時も言いましたけど、うん、その燃え尽き症候群来たぐらい、あー言ってた、達成感はあったんですけど、うんうんうん、まあマインドもめちゃめちゃ変わったんで、その当時はだから言ったらしがみつくつもりでいるみたいな感じでいたっすけど、なんか一緒にみんなに良さを伝えるっていうフォーカスに変わったんで、うんうんうん、自分の中で。なるほどなるほど。だからなんか別に嬉しい部分ももちろんあるっすけど、うん、いい場与えてもらったなぐらいのありがたさ、うんうん、がやっぱ強いだけで、ここまで来たわ俺みたいな感じじゃない、感じではないんだ、うん、あ、そうなんだ、うん、そんな感じじゃないです。いろいろやっぱり見てて、ナイキさんと しっかり仕事してるって意味じゃん。いろいろこう見ててすげえなって、だからそのすげえなっていう表現でいくと、ナイキ側がやっぱりしっかりこう大好きなのが伝わってきてるから、やっぱりこの人に出てもらいたいっていうの多分あるはずなんですよ。あ、で、まあ、その言い方で言うと、まあ別に他の配信者さんがダメとかじゃないですよ、もちろん、うん、そういう言い方で捉えてほしくないんですけど、ずーっとナイキじゃん。そうです。もうそこ徹底してるじゃん。徹底してます、ね、それマジですげえなと思ってる。俺だから最初僕がここ YouTube を立てた時も、はい、エアマックスを結構やっぱりやっていった方がいいんじゃねえかって思ってたんですよ、うん、でもやっぱり嫌いになったわけじゃないんだけど、うん、でもいろんな靴履きたいと、やっぱり、まあ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 、アトモスっていうところから離れたから、別にエアマックスの人ではあるかもしれないんだけど、うん、例えば、まあ、こういうのを履いたりだとか
こういうの履いたりだとか、はい、それこそこういうの履いたりだとか、まあ、いろいろ履きたい欲が出てきたんですよね、一、うん、人になった時に、まあ、また武器としてあった方がいいですよね、もしかしたらね、うんうん、だしなんか面白いじゃん、30代前半ないし中盤にしてさ、うん、未だにアディダスの何々履いたことないとか、はいはいはい、アシックスの今流行ってるの履いたことないとか、そんなことあるみたいな、スニーカー好きだっつってんのに、うん、だから結構童貞が多いんですよ、何々童貞楽しめますよ、ね、そう、だからそういう意味でも、うん、ファーストインプレッションを動画に残せるっていう意味でもね、うん、なんか面白いのかなって思ってちょっとそっちに走ったんですよ僕、だからエアマックスだけってわけじゃなくて、でもスニーカー男子さんは自分のチャンネルでもナイキばっかでしょ、ナイキしかやったことないです、そうでしょ、はい、それが飽きないのって聞くのもあれだけど、あなんかそこも聞きたくて、正直それマジで本当にすげえなと思ってたの、いやーなんすかね、まあでもやっぱり俺 YouTube やるんだったら、うん、負けるの恥ずかしいと思ってるんで、勝ち筋あるところしかやりたくないっていうところで、はいはいはい、他のメーカーも取らないっていう選択肢、だからもうきっと現状を打破する人ってどういう人なんだろうと思ったら、うん、ナイキオンリーの人だろうなっていう、その YouTuber とナイキがこう絡むみたいな、はい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 、やっぱりこれってさっきジゲさん言ってくれましたけど、うん、愛伝わってないとまず無理な話、そうだよね、間違いない、でカブランドを取り扱う好きだっていうのは自由ですけど、うん、動画にしていくのはどうなんだろうなっていうのは、うん、まあ、やっぱ自分の中でもあるんで、うん、買ってても、もう言わないし見せないっていう、あ、一応でも買ってはいるものはあるの、たまに、たまに、あーへー、いやすげーよなマジで、なんかこれちょっとまあ全然あれだったら買って、買ってもいいですよ、いい、なんすか、いつエッチしたかとか、違う違う、いきなりすごいやん、全然なんでもいいっす、そのぐらいなんでもいいっすよ、あー本当ですか、はい、それこそナイキ以外にも声かかるっしょ、うん、絶対かかりました、かかってる2社、2社、まあ絶対それが言わなくていいっす、うん、マジでそれ言わなくていいっすけど、うん、言ったことあると思う、あ、本当？はい、まあ、それじゃあがっつり断ってるってことでしょ、それはやっぱりその信念じゃないけど、うん、そういうのがあるからやりませんなんだ、うん、でもシンプルにそれはナイキとまだお仕事みたいなのしてなかったんで、うん、一発目がそれはダメだなっていう、あーそういうこと、うん、なるほどね、わかんないけど、例えばゆくゆくねこナイキと今それこそ夢が叶ったじゃないけど仕事を何回もされてるという中で、うん、じゃあ逆に今ある種願いが叶った目標達成した中で、ある違うナイキじゃない方からお仕事だったりとかいただいた時はちょっとやっぱ考えるってこと、どういう意味ですか、いやわかんない、例えばいやめっちゃ極論だけど、弊社のモデル使ってスニーカー男子モデル本のモデルどうですかって言われた、あのね、まあ別に言ってもいいですけど、ありました、それ、あそれも一応オファーあったんだ、断りました、マジそれでも2年ぐらい前の話です、あ、ほんと、うん、要所要所で P 入れるかどうかはあれですけど、うん、ちょっと言ってください、じゃあ何のメーカー何モデルですかあ、でもモデルはなんかあれだったっすけど、うん、あ、ほんと、え、それでも2年前でしょ、2年ぐらい前です多分、あ、そうなんだ、うん、いや、そう考えたら先見の目はやっぱあるっすね、それでいくと、まあ、なんかでも多分そんなハードル高くないんだと思います、あそこの会社が、うん、かそういうインフルエンサーじゃないですけど、うんうんうん、配信者とか近しい人に協力してもらうっていうのが多分近い将来あるんじゃないかなっていう、あへえ、だから別に俺じゃないにしてももしかしたら多分あるだろうなって考えた時に、うん、ちょっとやめようっていう、あーなるほどね、へえ、そうなんか一番手はもちろん嬉しいんですけど、うんうんうん、自分の次に2番3番って何人も続くんだったらやりたくないです、ああなるほどね、特別じゃないじゃないですか、うんうん、一番にしてくれた特別あるんですけど、そうじゃない特別はもらってもっていう感じはちょっとあるんで、うんうん、だから言ったらやりちんの一番手にしてもらってるセフレみたいな感じだと嫌なんですよ、なるほど、一途に愛してほしいんですげえ今のセフレの話ですごく響きました、うん、なるほどってなりました、いやなんかそうなんですよね、こっちが一途だから、うんうん、逆にあっちにもそうしてほしいっていうのはやっぱあるっす、ある、うん、ああそうなんだ、でもめちゃくちゃ揺らぎましたそれ、まあでも揺らぐよね、言ったらあれもありますわ、おお、あそこ、はい、全然イメージないな、いやないっすよ、うん、どっちもないっす、スニアカ男子とそこのメーカーって取り扱ってないっすもん一回も、全くでしょ、はい、てかやってんの今、やってますよ、あやってるんだ、はい、まあ、ちょっとすみません P 入れてる可能性があるので、ね、ごめんなさい、言ったことあると思うんですよ、あ本当、はい、それこそ GK さんゲストで来てくれた公害禁止でも言った気がするな、あれ言ってたっけ、いやわかんない俺言ってないのかな、正直でも1社目は確かにあーなんか言ってたってあるけど、今 2個目のやつは俺なんか初耳な気がする、でも本当に人伝いっすそれは、うん、こういう話あるんだけど、うん、どうかなっていう、あへえ、はい、直接私こういうものなんですけどじゃなくて、はい、あそうなんだ、でもどっちもそうっす言ったら、じゃあめっちゃタラレバの話で、はい、じゃあナイキ側からそういうふうなオファーが来たとするじゃないですか、はい、何やりですかやっぱダンク、まあもちろんねそれはダンクとか、うん、そのジョーダンだとか、うん、完全に売れ線が当たり前にいいに決まってるんですけど、うん、どうせたらインライン行きたいっすね、ああなるほど、はい、なんか思いつくもんあります今、
まあでもブレザーがいいですかね。あ、安いし。ぽい。なんかいい。やっぱりなんかこう入りやすさって大事だと思うんで。はいはいはい、はい、値段が高すぎるっていうのは今は難しいのかな、うんうんうん、特に日本にあんま向いてない。そうだよ、ね、できっとじゃあそういうモデル出ますってなった時に、うん、日本に数量絶対振るじゃないですか。ってなったら日本人が多く買ってくれる値段が安いもので提供できるものってなると、まあ、ブレザーぐらいがまあ妥当なのかなみたいな、うんうんうん、でまあノンエアですし、うんうん、まあいつ履いても正直いい、うん、まあそうだよね。昔のヴィンテージですら履ける状態なんで、うん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 、まあだからノンエアを多分選ぶ。なるほど。今そのね日本人で、まあ、こういうご時世というかにもなったっていうところでいくと、まあ値段が高くなってるっていう話になってきてるわけじゃない、うん、これもまあすげえなっていう、いわゆるナイキばっかずっと追っかけてるナイキの愛がやっぱりこう一個一個の動画で感じられてるっていうのはやっぱそのスニーカー男子の魅力だと思うんですけど遊んでるだけですよでもその今のご時世っていうところをつけて言うと、うん、よくあんな買えるねとも思う。あ、儲かってるんでしょっていう話にはしたくないんだけど、うん、でもすごいじゃん狙ってる靴も。それこそ この間見ましたよ、ちゃんとモアテンのアンブッシュコラボが、うん、もうゲットしてたわけじゃないとか、いろいろなやつがあって、でジョーダンも買うし、うん、ダンクももちろん買うしっていうところで、で今めっちゃ高くなってるじゃん、うん、実際どう思ってんの。いや嫌ですよ嫌ですけど、うん、でも俺時期先言ったことあるかもしれないですけど、うん、なんか今チャンスだと思ってるんですよ逆に。あ、言ってたからな。今結構みんながメガになってるタイミングで一緒に添い遂げるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、なんか協力してチームとして、まあ、勝手に、ねうん、こっちのマインドの話です、うんうん、一緒にいてあげることが、うん、俺なんか別のことにつながる気がするんですよね。あ、なるほどね。だからそれこそ靴とかどう考えても無理ですけど、それって絶好調の時ってなおさら無理だと思うんですよ、うん、ナイキが調子ありどうしようってなった時に俺が力つけてればなんかなれるかもしれないっていうマインドなんで、はい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 、逆に今頑張りたいです。あ、ちょっと勉強になりましたそれ。なるほどなるほど。まあお金云々って言ったら大変ですけど、うんただいかんせん趣味ないんですよね。あ、女の子にお金使うもないし、うん、服もめちゃくちゃ高いやつ買うかって言ったら大体セール品とかだし、あとまあ提供いただいたりとか、うんうん、まあ、なんでめちゃめちゃなんかにお金使ってしまうってことが基本ないんで、うん、まあ、ゲーセンぐらいですかね。無駄に1万とか消えちゃうぐらいトミカとかめっちゃやっちゃうんで。ああ、そうなんだ。まああんまお金出ないっていうのはあるかもしれないですね。うんうんうん、その分そのスニーカーの方に、うん、まあ、ある種全振りできるっていうところが。あ、ご飯半額弁当とか食ってますし。あ、いや、それがある意味効果持てるのかもね、視聴者さんとしても。いや、でもなんかそういう風なちょっとこう抑えるところは抑えるけど好きなものには全振りするっていうのが、うん、やっぱスニアカ男子さんのチャンネル見ててやっぱこう、まあ、応援したくなるもちょっと違う、もはや表現方法かもしれないんだけど、なんかやっぱりこう見たくなる、そのやっぱ友達感覚みたいな言い方悪いかもしれないけど、まあ、まあまあ本当にそう思ってもらえる方が嬉しいですけど、ね、そっちだよなと思って。でなんか、うん、むずいですけど好きを伝えるってもう熱量しかないと思うんですよ。あ、まあ、じゃあ熱量ってどう伝わるのってなったら、うん、俺が本当に欲しいやつを買いに行くがベストオブベスト、うん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 、で、これ買ったんだって、で、やっぱ買う以上の説得力って俺ないと思ってるんで、うん、なるほどね。そう、だからそれを、まあ、これ俺これいいと思うんだよね、どうってやっていく伝染の仕方が、うん、まあ理想かなっていう、はい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 、なるほど。だからまあ本当買いに行くをフォーカスしてるっていう。で、その後のまあどういう歴史があっては好きになったらみんな勝手に調べるんで、まあそうだね、そっちに任したいっていう。あ、なるほど。全部を全部0から100まで与えるのは、うんうん、なんかその人の趣味のこう助けになってないというか、うーん、なんか色ちょっと見せてあげるだけでいいような気がするんですよ。あとはもう自分でディグってほしいっていう、じゃないと多分好きに根付かないです、多分。なるほどね、うん、トークショーでもこんなこと言った気がしますよ。あ、本当、うん、いや、おもろいな。僕もつい最近ちょっとエアマックス買ったんですけど、ああ、やっぱりその金額が結構やっぱ来るんですよ。高いです、びっくりして本当に高いですよ。それで言ったら宗志くん、ああ、の動画で僕がアトモス時代に表参道、まだちょっとリニューアルしてない時の表参道、僕スタッフだった時に宗志くんがまあ撮影しに来てくれて、僕がまあゲストみたいな感じで来た時にマックスワン紹介してるんですよ、白ガムソールのやつ。見ました、見ました。あ、見てくれました。まあだいぶ本当何年前だ、5年ぐらい前なのかな、 4,5 年前ぐらいの動画なんですけど、なんかタイミングで僕のおすすめに出たんですよ YouTube。 わ、懐かしいと思う。そう、懐かしいって、あるでしょあのアルゴリズムね。たまにありますよ。僕も懐かしいなと思って久々見たの、うん、で今も言ったけどマックスワンを紹介してたわけよ、うん、その時税込み1万
2960円だか13200円だかそのぐらいだったわけですよ。わかりますわかります、うん、ごめんなさいね、その過去のが安いみたいな話なんですけど、うん、あれですけど今買ったら1万8000円なわけじゃないですか、うん、えぐいなと思って。高いですね。てかまあほぼ2万っす。いやほね、うん、全部1万9800円とか多分そんぐらいだった。そうだよね。だからそこはどうしてもやっぱり僕も頑張ってね、いろいろ服頑張って作って、うん、売り上げだだんだとかで頑張ってやってて、その分で自分の好きなものとか買わせてもらってますけど、うん、とはいえ限界があるし、これがめちゃめちゃ買いすぎてるじゃないですか正直、ね、まあ買いすぎてるよ。でも、うん、そのそれは俺の作戦なんですよ。逆に、ね、うん、いやあんな買っててもしゃあないから、うん、大事な一足見極めてちゃんと1個だけ買うっていう方がいいと思うよっていう見せ方は俺だったらします逆に。あ、本当、はい、俺を腐すじゃないですけど、あ、いやいやいや、そっちがいるんだったら俺は反対いきます。あ、なるほどね、はい、基本そういうやり方します大体。だから僕前ね動画ちょっと上がってると思うんですけど、新企画でスニーカーダービーみたいなのやったんですよ、うん、あ、やってましたねそうそうそう、うん、でその1位になったやつが、まあ、いわゆるエアマックスなんですけど、はい、ああいうのも確かにそれでいくとちょっといいかもねって思いました、うん、だから本当にマジで買う。で毎回毎回アトモスさんにお借りしてお願いしてね、正直アトモスさん側からしたらあんまり利益がないから。そんなことないんじゃないですか。いや本当ですか。メリットだってお互いメリットしかなくないですか。まあアトモスさんがそう思ってくれたら嬉しいんですけどね。いやそうですよ、うん、まあでそれでちょっといろいろやったりしたんですけど、うん、だからそういう風に今野くんに言われたからどうのこうのってわけじゃないんですけど、いやちょっと考えた部分もあったんですよ、うん、それで言うと実際僕が限界があるから、うん、全部買えないけどそのこの中で一番をマジで買いたいから、うん、それをちょっとまあ視聴者参加型にしてみたいな感じもやったりとかしてるところで、うん、まあ今後もね正直円安だね高騰だが、まあ全然まだ目処が立たないじゃないですか。まだまだピークになりかねないっていう感じでいくと、まあ言ったらもう2023年、うん、もうあと数ヶ月で終わってしまいますけど、まあすね、24年もでもこのまんまでいくってことでしょ、まあ、スニーカー男子は。俺はそうですね。2人はどうか知らないですけど、あれあれあれいや揉めるとかじゃなくて、揉めるとかじゃなくて、まあ俺は多分そのスタンスにしますね。原口さんとか渡辺くんとかはどういう風なスタンス、まあ、それはでも今野くんのそのスタンスにでも今はこうだから一緒にこうついてってるっていうのも変か、この3人肩並べていこうっていう風な感じだとは思ってるわけ。いやでもみんな違いますよやっぱり。俺は、うんうん、その貧乏症みたいなのもあって、うん、ほんとおもちゃに囲まれてる部屋みたいなのが理想なんですよ。あーへー。それはちっちゃい頃からずっと変わんなくて、それが今おもちゃが靴になってるノリなんで、あれはあれだけ嬉しいんですよね、はいはいはい、ただ原口はそういう人じゃなくて、おやっぱりこうある程度の中からちゃんとこうしっかり全部履いてってっていうのを楽しみたいタイプ、うん、なんであいつは履き潰し前ぐらいにフリマに出したりとか、うんうん、後輩にあげたりめっちゃしてます。あはいはいはい、はい、あげてる方多いかもしれないですよ。なんかその話もめっちゃ聞くんだよな。めっちゃあげてますね、うん、もう知ってるやつなんですけど2人にめっちゃあげてますいつも髪切ってる美容師とあと俺らの後輩がいるんですけど、うんうんうん、そいつにマジでいつもあげてます、ね、へー。多分サイズが一緒だからやるよってやってるイメージです、ね、なんかこんなくももちろんねあるけど、原口さんも男気ありますもんね、うん、それは男気っていう風に僕は捉えてますけど、まあみんなカッコつけしいなんでスニーカーチームは後輩には絶対お金払わせないとか、そのマインドはやっぱあるっていう。さすが金ねえくせに見え張りみたいな。まあでもで渡辺は欲しい時しか来ないんで、あ本当にあいつは自分がいいなって思ったやつだけ来るんで、もうこれ以上説得力があるものって正直ないじゃないですか。確かにね、まあ、確かに確かに。だからそれぞれの違う視点で一番説得力を見せれる出し方をするっていう感じです、ね、なるほどね。でバランスいいんですよ。確かに。たまたますけど。たまたますけどバランスいいです。たまバチッとはまったみたいな。そうそうそう。みんな種類が違うから。すげえだ。面白い。チームがとても助かりますよね。いやそうですね。まあ僕結局まあまあ一人になったわけで、はい、まああれでちょっと正直7月8月ぐらい本当に全然バチッとはまんなくて、うん、僕のその作業的な話でいくと、はい、でマジで本当にそういう風な、まあ、病気だったりとかで悩んでる方にはちょっとすごく軽々しい発言になって申し訳ないですけど、うん、ちょっとマジで鬱だったんじゃないかぐらいのレベル、うん、なんか何もやる気しないみたいな、うん、うわーみたいな感じの時があったんだけど、それこそそのやっぱ今野くん6月の時かな言ってくれた女の子入れたらどうですか、うん、ちゃんと実行してますよね私ね。あ縁もあってみたいなこと、ね、そう、うん、いろいろと、まあ、サスさんっていうねあのカメラマンの方で、まあ、顔は基本的にちょっと仕事の関係であまり出せないっていうところもあるんで、うん、あれなんですけど、あ可愛らしい子でね、うん、手伝って来てくれたりするんですけど、実はまあ見てない方にちょっと説明すると、6月にまあ原口さんと今野くんと僕と3人で喋った時に、今野くんがねパッと GK さん女の子とかなんか入れるのどうですかって言ってくれて、うん、ちょっとやっぱその頭やっぱあったんですよね、うんうん、でいろいろとこうもともと後輩だったっていうこともあったんですけど、その子入れたじゃないですか、はい、まあこれも P かもしれないですけど、おかげさまで広告収入
あ、まあでも大事ですよね。そう、なんかやっぱりね、女の子が入ったっていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、やっぱり一人でやるっていうよりも誰かしら一人やっぱりいた方が、うん、たとえこう全然やる気がなかった時でもケツ叩いてくれたりとか。いや本当そうっすね。そこがすごく大きくて、それで言うと今野くん、あの時に女の子どうですかって言ってくれてありがとうって思ってます。まあまあまあ、たまたまにしてもね、うん、いやまあ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 、まあ、うん、それは本当ありがたかったなって今思うと思ってて、なんか G ケンさん、俺の勝手なイメージですけど、うん、林立てられる後輩がいる方が光ると思うんですよ。林立てられる、林立ててくるというか、うん、なんか煽ってくるような、煽ってくるまで言うとありますけど、後輩が G ケンさんにその臆してない、うん、オラオラである場合あるほどいいなと思ってて、男だと若干怖いっていう風に捉えられても嫌だなと思って、うんうんうん、やっぱ女の子がちょうどいいかなっていう、はいはい、なるほどね。なんか引っ張ってくれるやるよみたいな女の子が、うんうん、結構次元さんに合うイメージがあったんですよ。あ、本当ですか。振り回されてる方がいい、ね、動画的にも。ああ、そうなんだ。なんかね、やっぱいろいろやってて、そこで本当にだから千里さんが入ってから、そのさっきのこの歯車じゃないけど、うん、バチッとハマったんですよ、うん、ようやくここ、とりあえずハマってよかったみたいな。大事っすよね。うわ、マジであの7月8月マジ終わってたんで正直。まあやることがいっぱいありすぎてっていうところがあって、まあまあまあ、わかりますよね。正直ちょっとそこも苦しめられた部分あったっすけど、うん、よかったと思って、ありがとうこんな君で、マジで心の中でずっと思いながら毎日寝てます。ありがとう。でもまあわかるっす、そのやっぱリーダーになると、うん、ケツ叩いてくれる人いないと、うん、完全に動かないし。これ今野君の場合でいくと誰に、まあ、俺やっぱ原口がこうやるぞってやっぱ言わないとやっぱしんどいですね。あ、やっぱそうですね。原口さんそういう時言うんですか。言います、言います。あ、へえ、すごい、はい、かっこいいな、さすが原口さん。いいね。まあやっぱ原口はまあビジネス脳あるんで、その脳っていうか、うん、その YouTube をビジネスとして捉えてるまあまあそりゃそうですよ、生活してますから。まあ、まあまあ、まあそうだよね、うん、だから生活費稼がなきゃいけないんで、うん、やるぞっていうケツの先からはやっぱしてきます、ね。うん、俺がだらしないんで。いやいやいや、俺もう自分が生活できれば何でもいいと思ってるんでそう、別に全然アルバイトで食いつなぐでもいいし、うん、なんかまあのほほんと日本はもう生きれる国だって頭でも分かっちゃってるから、なるほど、何やってもいいよなっていう、まあ本当気楽なマインドなんですよね。ただ、うん、チームで、うん、お金稼いでくってなったらダメなんですよ、それで。そういう時には、うん、まあまあまあ、腹口が言ってることもまあわかるし。なるほど、なるほど。そうだねっていう。だから、本当持ちつ持たれつですよね。うん、あ、なるほど、なるほど。僕的にも、まあいろいろね、宗志くんもそうだし、それこそこの間出てくれたクック君もそうだけど、やっぱスニアカ男子の、まあ、お三方には、マジで、本当あざます案件なんですよ、これに関しては。本当に、こんだけ大きくなってきてるチャンネル。の中で、いやいやいや、でもその中でこうやって今回もちょっとまた話したいんで動画出てくれませんかって言ったら、もう2つ返事でおいっすよって言ってくれたりとかしてて、断ったことないでしょ。いや、そうそう、だからすごいありがたいなって思うんですよ。まあ断ることないですよ。でもこんな9000人のねチャンネルで、あ、今9000ですか。9000、今100、もうちょいですね、1万は。そうなんですよ。だからこういうのもあってね、ちょっとこうやっぱ僕もね、原口さんじゃないですけど、うん、ちょっとビジネス的な感覚でちょっとまあ今野くんとか出てくれたら、まあ今野くんたちが見てくれデジタルすぎるから、めちゃくちゃいい、あの差ないっすよ。もうスケベ根性でねやらせてもらってますけど、コムドットとか呼んでこないと。いや、コムドット呼んでたらもうめちゃくちゃやばいでしょ、もう。ジキさん、コムドットはどう思ってます？すごいじゃん。コムドットさんは僕的には、うん、いやこの話重要あります、大丈夫ですか。質問変えますよ。何ですか、コムドットなりたいですか。むずー、その質問。でも俺ブランドやってる人はなりたくないでいいと思うんですよ。俺たちみたいなチャランポラン系はなりたい一択なんですけど、うん、ブランドやってる人ってやっぱ自分の軸ないとそのまま生きていけないと思うんですよ。いや、俺は自分がいいっていうのを貫くのが一番いいんじゃないかなっていう。この答え方がじゃあ合ってるか分かんないですけど、なりたいかなりたくないかって言ったらなりたくないですよ。なりたくないけど、うん、じゃあ僕の洋服を、うん、なんかのつてとかで着てくれるんだったら嬉しいなんてなってるっすね、うんうん、あー、まあまあそりゃそうっすよね。まあ、だから何かしらでちょっとこう交わることがあったらそれは嬉しいなと思うんです、うん、それが例えばな、炎上中だろうとなんだろうと、うん、それこそさっきの自分自身がまあちょっと力つけて、うん、ナイキさんが正直ちょっとこうかんばしくないタイミングでなんかできるって話じゃないけど、だからなんかそこまで全然力はもちろん運転の差すぎるけど、なんかこう交わった時にこうじゃあ洋服提供するとか、うん、僕の力で方々がプラスになることは今のところないと思うんだけど、うん、でもそこでこう持ちつ持たれつの関係だったりとかができたらいいなと思うし、別に有名人と、うん、僕ね、また話が過ぎて申し訳ないんですけど、有名人と仲良くなろうって
正直思わないんですよね。なんかいろいろあって、それこそイベントとかで会った時に、うん、あのその意気投合みたいな感じにして、じゃあ本当に友達になったっていうのは全然いいんですよ、うん、あの人とお近づきになりたいっていう感情は正直ないっていうか、うん、なるほど。あんまそれって僕的にはあんまかっこよくないことだなと思ってて、うんうん、自分的にはそう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 、まあ、もちろんそれがいいっていう人もいるし、うん、全然そこに関しては否定はしないけど、そういう感覚では全くないから、なるほど。お近づきになれるきっかけがあるんだったらいいけどっていう、うん、わざわざ無理くりこうやってこじ上げて仲良くしてっていう風になっちゃうと、うん、なんか気づいたらこうなってる気がして、うん、へいみたいな、はいはいはい、なりかねないじゃん。なるほど、ね、でやっぱその有名人だと芸能人だろうとやっぱあの対等でいたいっていうのはあるっすよね、うんうん、でこういう話でしたっけ。俺はコメドット好きですけどね。あ、ずるずるいな。俺はなりたくない。一番よくない。なんか分かり間違えてこうコムドットファンの方々が見て、うん、なんだこのヒゲのメガネのやつは、絶対届かない。届かないか。大丈夫です。俺たちがどんだけ暴れても絶対届かない。いやいや、まあいろいろとねちょっとお話しさせて、すいません、ちょっとなんか、いやいや全然、これね本当は心の尺は正直、うん、もう10分ぐらいで終わらせようと思ったんですけど、うん、すいません、ちょっとえあのだってどんぐらい撮るんですか。結構長いですよ。結構長い、3、40分ぐらい撮ったと思うんですけど、うん、正直ねこれだけで終わらせたくなかったっていうのが正直あるんですよ。なんすか。これはね今回その冒頭でもこれ話したんですけど、やっぱハッピーバースデーということで、はい、あの今度くんお誕生日おめでとうございます、はい、まあ言ったら僕も前にねちょっと おめでとうございますみたいな感じでやっていただいたんで、うん、僕もちょっとお返しって形でやりたかったと、はい、でもこれだけだとちょっと僕もなんかなっていうところが、なんかくれるぞこれ。あ、そう、あ、よくお気づきでとか言って正直あのクックくんの回、あの2回ちょっとやらせていただいたんですけども、はいはい、これ多分尺的にちょっともしかしたら前編後編なのかもしれませんが、それなんかクックくんのいやいや、もうしょうもねえ話ばっかりですよ。使えるか。いやどうでしょうね、はい、一旦前編後編にさせて一応いただくかなと思うんですけど、はい、すいません、なんか日本撮りみたいな感じで申し訳ないです。何かというと、まあ、クックにもやったんですけど、誕生日プレゼント、うん、やっぱあげたい、はいはい、これだけだと僕もさすがに僕があげた気になってないし、あ、うん、でちょっと僕のスウェット類をですね、はい、ちょっと一着プレゼントみたいなのどうかなと思って。え、郵政黒でしたよね。はい、ああ、そうですよ、よくご存知で。俺ですか、ピンクの方ですか。いやいやいや、いやいや、あの今季それだけで勝負しないから。いやいや、俺に選ばしてくれよって言いますよ。いや、なんであいつが先選んで誕生日プレゼントの俺がピンクなんだよっていう。いや、これはさすがにそんなことないですけど、うん、僕もね、やっぱそのスウェット類でいくと、まああのハーフジップスウェットを、はい、あのクック君にお渡ししたんですが、はい、その他にもあるんです。あ、あるんですか。もちろん。もちろんありますよ。あ、じゃあこれ選んでいいってことですか。これは、あ、もあ、それでがいいかな。確かに、あ、いいっすか。僕がどのこのっていうよりかはせっかくなんで何種類かあるんで、はい、そのまあ、もちろんハーフジップスウェットも含めてね、何種類かあるんで、パーカーとスウェットと含めて、うん、ちょっとそれをですね、ポンヌ君に一着選んで差し上げたいなっていう、はい、ありがとうございます。なんかそこでこう僕はプレゼント渡した気になるし、うん、なんかまあ金額を言っちゃうとやらしくなっちゃうからあれだけど、僕が作ったものだからなんかこう受け取って気軽に受け取ってくれるかな、まあ、なんとなくプライスレスみたいなノリもありますもんね、うん、僕はそれ言いたかった。出てこないんかい。大したワードでもない。はい、ということでですね、はい、ちょっとすいません、またあの後編みたいな感じでちょっとお付き合いいただくかもしれませんけれどもですね、いつですか、今度ですか。むしろ時間あります。まあ、ちょっとないんかい。ないならちょっとこじつ、お腹空いてきた。ああ、そう。いや、あるって。あるって。終わってから販売行きましょうよ。渋谷の。甘くて甘くて、うんうん。ということでですね、今回はちょっとどこまで使えるか分かりませんけど、まあ本当ですね、前編でちょっとここで終わらせていただいて、うん、まあ、後編はですね、実際に僕が作ったパーカー、スウェットをですね、ちょっとこう見せながら、ちょっと実際に選んでいただきたいなっていう、ね。なるほど、なるほど。ちょっとお時間いただければと思います。あ、OK、です。いいですか。もちろん、もちろん、もちろん。はい、ということでですね、やっていきたいなと思います。まあ一旦前編締めますんで。ああ。何の前編だったの。ありがとうございました。